LDK58LDK50 型は、かつて、台湾鉄路管理局に在籍した、タンク式蒸気機関車である。元は、日本統治時代の台湾総督府鉄道が1915年から 762mm 機関の、台東線で使用するために導入した、車軸配置0から8から0、運転整備重量20トン、2気筒端式のサイドタンク機である。 主に貨物列車の牽引と入れ替え用に使用された。最初の3両はアメリカの HK ポーター社から輸入されたが、その後1938年までに日本のメーカー3社で10両が模倣生産された。長期にわたって製造されたため、日本統治時代の称号規定の改正を2度経ており、当初の8両の番号は10から12、20から25であったが、 50から58に改版され、その時期に3両が製造された。さらにこの12両が LD10 型となり、この時期に1両が製造されている。その状況は次の通りである。記者製造性の最初の4両は、ポーター製に忠実なコピーを行ったが、1925年の日立製からは、シリンダーの位置を 51mm 前方に移し、運転室を構成とした。 さらに1930年製のものからは、サイドタンクを前方に延長して形態が変わった。運転台の側面には、空気取り入れ口があって、特徴となっている。太平洋戦争後は、前期が台湾鉄路管理局に移管され、LDK50 型となって、1982年の台東線改め期まで使用された。埼玉県蓮田市に置かれていた。 当時の LDK57 埼玉県越谷市の LDK56 台湾での廃車後、本形式のうち数量が日本に運び込まれている。1984年春に玉プラーザ東急で鉄道博覧会が行われ、2両が玉、ま、プラーザ駅前広場で示された。そのうちの LDK56 は埼玉県越谷市のステーキハウスの駐車場に置かれているが、状態は、 あまり良くない。また、LDK57 も、同県蓮田市の同じステーキハウスの店頭に置かれていたが、同店の閉店とともに、浦和市内の資材を置き場に移った。その後、栃木県那須町の那須 SL ランドに移転し、機関車、トーマス町の塗装になっているものの、原型は保っている状態で展示されている。台湾に残った LDK59 は、 台東の理予山公園に生体保存されていたが台湾鉄路管理局の手で胴体復元されており2010年には可憐駅構内で試運転が行われている。また LDK58 が台湾方古県の方向県立文化中心で生体保存されていたが後に台北駅前に移設されている。ありがとうございます。